皆さんこんにちは、レクセン講師の佐々木ロミです。本日はですね、今年度の一発合格者ですね、合格後のリアルということで、特に受験生中の話だとか、特にこれから直前期に向けての勉強法だとか、あと合格後の話、いろんなことをインタビューしてまいりたいと思いますので、まずですね、ちょっと自己紹介も兼ねて、そもそも司法書士を目指したきっかけと お話しください。では長谷川さんの方からお願いします。令和5年合格者の長谷川と申します。年が今27歳で、佐々木クラスで春から勉強して去年の11月に合格しました。今はもう都内の、個人事務所で、就職していて、商業登記なんかをメインに勤務しています。司法書士になったきっかけは、もともと自衛官だったんですけれども、そこから退職して、なんか法律関係の仕事がしたいなっていうのと、ここの今皆さんと同じようにこういう実務家講演会に来て、もう今日この場で申し込んでトントン拍子になって形だったので、本当おととしの今頃は僕もそっちに座ってるような感じでした。な感じですね。今は商業登記をメインに仕事をしています。2023年の秋制コース、佐々木先生のクラスを受講して令和5年で合格しました、荻野大志と申します。もともと宅建士を独学で取りまして、その中で民法にですね、非常に興味を持って、何かステップアップできないかなといった中で、どうせならば一番難しいやつにチャレンジしようかなというところで司法書士を目指しました。今のところはまだ司法書士の登録もしてませんし、事務所にも入っておらず、これからですね、出身が埼玉なんですけども、埼玉会の配属研修を受けた後、どこかでご縁があれば事務所入らせていただいて、もしくはそのまま独立開業しようかなというところで準備を進めているところになります。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。では受講生さんから事前にいただいたアンケート、これをもとにですね、いろいろ私の方からインタビューしていきたいと思うんですが、まず、割と勉強中の皆さんが知りたいであろうですね、勉強時間からちょっと突っ込んでいきたいなと思うんですが、1日の学習スケジュール、特にですね、1日どのぐらい勉強したのか、であとは最高でどのぐらい勉強したのかについてお伺いしたいと思うんですが、まず一番多く勉強した日、1日マックス何時間しました？瀬川さんから。はい、マックス勉強した日だと14時間がマックスですね。正味の勉強時間。正味で14時間。はい、私は1日13時間が最高でした。そうそう、皆さんね、一発で受かる方、まずこれ直前期ですよね、14とかそうですね。はい、まあ直前期は正味13とか14時間ってことは、もう四六時中もご飯とお風呂以外はもう多分ご飯中も勉強したいぐらいなとこだと思うんですが、寝てる時間以外は勉強ぐらいだと思うんですが、ただじゃあ直前期はそのぐらいだとして、勉強しなかった日ってあります？勉強しなかった日はちょっと体調崩してカンピロバクターになったんですけど、その3日間除いてしない日っていうのはなかったです、ね。はい、その時死んでた。カンピロバクターになった時はもう勉強どころじゃなくてかったんで、はい、バケツ抱えてはい、僕の場合は基本勉強しない日はないですね。あるとすると、ちょっとお客さんと接待で飲みすぎちゃったりっていうところがあったんですが多分事前に勉強はその前に時間は入れていたので、確か基本的にはゼロだと思います。はい、では講義受講中ってですね、例えば講義3時間の講義を受けて、でその後復習をされると、でその過去問という形で進められると思うんですが、1コマ3時間の復習ってどのくらいかかりました？まあそのね、講義の内容によっても違うと思うんですが、はい、そうですね、だいぶ勉強スタイルがその乗ってきてからは、講義の復習にだいたい3日くらい、1コマ、うん、1コマというか1日6時、2コマで6時間講義なんですが、6時間の復習に、3日、そうですね、うん、3日、はいはい、4日で、残りの3日、半分ちょっとくらい復習で、うん、他もう少し残りの1週間の時間でそのもっと前の復習とか、過去問とか繰り返し、はいはい、そのくらいはかかりましたね。はい、
の場合は、授業が終わった後家に帰ってその日のうちに復習をして遅くとも次の日には多分終えていた感じだと思います。うん、で過去問、あとはそれ以外の日は過去問とか前のところを繰り返す。そうですね、ほぼ過去問ばっかりやって分からないところだけテキストに戻るという形でやってました。はい、で長野さん、今日過去問をお二方持ってきていただいてるんですが、過去問どのぐらい解いたかと。でお二方とも一発合格なんですが、なので過去問ですね、下に解く欄があるんですが、このぐらいですね。これまだ多分画面見えないか、少ない方で、そうですね、このぐらいは解いたねと。でこの過去問の欄が足りなくなるというところぐらいは解いたねと。でただじゃあ乗っかってる過去問全部解いたかっていうと、私のクラスでは古い過去問はもう解かんでよろしいと大いに言っておりますので、全然解いてないものもあったり、ただ直近の解いた問題に関しては、相当ね、繰り返して、で解いた日付とあと出来具合ですね、二重丸三角×というふうにつけてくださいというふうに言ってるんですが、×がもう点でダメと。で丸はかろうじて正解できたけれども足レベルではわからないものがあるとか、で二重丸に関しては全足完璧という状況で、その記録をつけていってくださいと。最初ね、二重丸ついた問題でも、途中しばらくほっとくと、3ヶ月ぐらいほっとくと×に、またギャグ戻りをしたりというところで、それを繰り返していただくと。であと解いたながらですね、解きながら解説部分にこうね、書き込み入れたりだとか、そういったものを、入れるながら、そうですね、解いて解説をさらって読んでおしまいっていう形ではなくてという感じですね。で あとですね、荻野さんの方の過去問もこの方すごいんですよ。過去問がですね、もうこのぐらいですね、3列ぐらい解くぐらいな感じでですね、そうね、もう3日4日連続ぐらい解いてというところで、二重丸で3回連続ついたら基本卒業でいいよと言ってるんですが、なんでこんなに解いた。あまりテキスト読むのが好きじゃなかったので、はい、問題を解いていくとですね、解く問題がなくなってきてしまうので、基本全部やるという形でやってました。はい、荻野さんね、学習開始時期が相当早かったのもあって、でそうですね、相当過去問は解いてったよというところなんですが、そうですね、で割と皆さん苦労されるような不動産登記の過去問、そう言っても解くものがないって言っても、やらなくていいようなものだとかっていうのはもう全く、推論問題とかはもう全く飛ばしてとかいうところでですね、ただ解いた問題に関しては、しっかり回すと、古い時代の過去問を解いてないというところですね。で、じゃあですね、そのね、特に荻野さん仕事されながら勉強してて、で勉強時間の確保が難しい日というところがあったと思うんですが、で隙間時間だとかを、多分相当工夫されたと思うんですが、どんなふうにして勉強時間確保してました。はい、仕事は基本的に車を使うことが多かったので、まずレックさんは音声がダウンロードできるので、はい、講義の音声をですね、運転中に聞くっていうのは常にやってました。はいはい、あとそれとですね、模試とかの回答の冊子がですね、非常に表が問題で裏が回答という形になっているので、うん、はい、電車乗ってる時とか非常に使いやすかったので、そういったものをよく使ってました。もう四六十字上も勉強と。そうですね、何かしら1冊2冊は持っているような形で、はい、移動してました。はい、長谷川さんは、専業受験生、途中アルバイトしながらという感じだと思う。でレックの自習室を多く使われてましたが、でじゃあそうですね、自習室でこもって勉強するときに、工夫されてたこと、自習室ね、ご自宅でもそうなんですが、例えばスマートフォンの誘惑だとかいろいろあると思うんですが、そこ何か気をつけてたことってありますか。そうですね、自習室でも本当に最後の方は朝自習室が空く時間から閉まる時間までずっといたんですけど、ずっと座ってると多分人間の体って12時間とか座るようにできてないんで、どんどん腰とか首とか痛くなってくるんで、2時間に1回ちょうど裏の階段の踊り場で背伸びしたりとか、ちょっと腕立て伏せしたりとかはしてましたね。あとスマホは本当に僕とにかくスマホの誘惑にめちゃくちゃ弱くて、もう自習室でもスマホいじったらもう終わりだなって自分で思ってたんで、いろいろ対策はしてたんですけど、もう最終的にスマホの SIM カードを壊して捨てるっていうのを物理的にスマホがどこにもつながらない、スマホネットつながらなかったらただの箱なんで、
それはもう対策っていうものでもないんですけど。まあでもね、そのぐらいもうね、一発合格に向けた意識が強すぎて。そうですね、はい、スマホ対策はそんな感じでしてましたね。じゃ結構その体を動かすっていうのは割と気にして意識してやってた。そうですね、やっぱりどんどんずっと机座ってるとやっぱりフラストレーション溜まっちゃうんで、まあ、ちょっと走ったりとか、あとはジムちょっと行ったりとか、まあ、それにあんまりやっぱり時間はかけれないんですけど、気晴らし程度にはしてました。私合格体験記を読んだんですが、はい、そこに懸垂バーを お家に作って、はい、あ、そうですね、ネットで買える懸垂バー、扉にの上に設置できる懸垂バーがあって、それを使って勉強の合間とか自習室行く前とか帰ってきた後にちょっとやるみたいな感じには使ってましたね。じゃあそうやってその何か切り替えたり、ね、体を動かして方スキルっていう、はい、でもモチベーションが下がったりすることってあると思うんですが、ただ私から生クラスの受講生さんだったので割と定期的にお話をするなりして、お二方ともあまりそのモチベーションが切れる下がるっていうことは私的にはあまり感じられなかったんですが、まあ、でもね、その思うように点数伸びなかったりしたことで落ち込んだりすることってありました？やっぱり点数、いつもその模試とか毎回やるチェックテストとかでも毎回その自分の思う点数が取れてたわけじゃないんで、もちろん落ち込むことはあったんですけど、そのやっぱり落ち込むのを勉強する力に変えてやってはいましたね。そのダメな自分をダメじゃなくすためにもっと勉強するみたいな風にはモチベーションを持ってました。自分の場合はあまりモチベーションの上下というのがなくてですね、はい、基本的にいつも平常心で勉強はできていて、悪い点数取った時もですね、基本的に佐々木先生からも一発合格者は悪い点数結構取るという話も伺っていたので、まあ自分も悪い点数取った時はなんていうかいい思い出になったなぐらいで、はい、もう切り替えが大人ですね。あまり落ち込むってことはなかったです。はい、はい、ではじゃあなかなかまあ、モチベーションというよりは家で学習効率上がらない、自習室でも学習効率上がらない時っていうのはあったと思うんですが、そういった時ってまあそうならないようにする事前予防策だとか、もしなってしまった時の対処策があればお伺いしたいんですが、はい、やっぱりずっと勉強してるとやっぱり集中力下がってくるので、そういう時は記述をやってましたね。そうですね、切り替え、ずっと読んで解いてると集中力切れてくるんで、僕はイヤホンでユーロビートみたいなアップテンポの曲をガンガンに聴きながらもうノリノリで記述を解くみたいので、ちょっと気分切り替えたりとか、あとやっぱりもうどうしても乗らないなっていう時はもう今日はここまで解いたら帰ろうみたいに、できるだけちょっと遠めの目標設定をつけて、ここまでやったら帰ろうみたいにして帰る、まあ遠めにするとだいたいそれで9時くらいになるんですけど、そういうふうにもう区切りつけるっていうのも一つの手段としてはやってましたね。はい、はい、僕の場合は基本的に1回勉強から離れるということをやってまして、まあ、ご飯食べたりコンビニにちょっと買い物行ったりですね、あとは昼寝したりというところでもう完全に勉強から1回離れるようにしてました。でそれでもダメな時はもともと夜の深夜に勉強するタイプだったんですが、ちょっと切り替えて朝の4時から勉強する形にしたりですね、勉強する時間を変えたということもあります。それでもうどうしようもなくダメっていう時はですね、タブレットで結構復習してたんですけども、佐々木先生の講義をですね前に置いて音立てずにですね、先生が前の動画で動いてるのを見るとですね、なんか言われてる気がするので、見張られてる気がする、こうなんか監視されてる雰囲気を作ってこうやる気を起こすというのは結構やってました。新しいですね。はい、では先ほどね長谷川さんがね、体を動かすということをされてた、荻野さんなんかされてましたか？全くしてなくてですね、体重が 5,6 キロ増えました、ね、もう本当運動は一切してなかったです、はい、腰痛めたりしますか？そうですね、腰を直前期痛めまして、有名な座骨治すシートっていうんですか、うんうん、を買ったんですが、あまり効果が出なくてですね、まあ、最終的に医者に通うようになったんですが、直前期にリハビリ来てと言われても通う気がしない時期なので、 そうですね、まあ、そういう体に異変が起きた時はなるべく早く医者に行ってですね、メンテナンスはね、そうです、メンテナンスはした方がいいなっていうのはよく思いました。はい、割と受講生さん毎年のようにですね、直前期近くなってくると首を痛める腰を痛めるって方はいるんですよ。
で、事前に言ってはいるんだけれども、なかなかねストレッチだとかを怠ってしまって、直前期にほら言ったじゃないということはいらっしゃるので、普段から、そこは体ストレッチ動かしながらっていうのは、気にかけていただくといいんじゃないかなと思います。ではですね、じゃあ具体的勉強中身なんですけれども、講義やってる最中に覚えなければならない単純暗記ものだとか、で例えばその数字を覚えなきゃいけないものだとかっていうのは、講義中から積極的にやってましたか？そうですね、暗記物はやっぱり僕暗記苦手だったんで、講義中は全然その授業の中では全然覚えられてなくて、もう何度も何度も解き直して徐々に覚えていくみたいな。問題解きながらもう覚えていくっていう感じ。そうですね、講義中はもう全然何のこっちゃみたいな感じだったんで僕の場合も一切暗記物をこう覚えるという体制ではやっていなくて、あるとすると過去問をやってなんか自然と覚えちゃったっていうのはあるんですが、何か図表とかですね、そういうのを見て覚えるっていうのは多分直前期まで一切やってなかったですね。あ、はい。まあ、それはもう直前期に覚えればいいやって割り切ってた感じですか？はい。では特に会社法だとか似て非なるものを引っ掛けたり比較させるような問題多かったりすると思うんですが、そういったものを取り組むにうたって工夫した点ってありますか？結局そうですね、工夫みたいなのはあんまりなくて、もうとにかく量を何遍も何遍も囲もうといていくと、同じ問題でもその見えるものが変わってくるので、これはこうだったんだみたいに何度も繰り返しておくと視点が変わるので、それを通じてその同じようなの違いを、同じ本当に似てるものってあるので、会社法とかって一見だともう全くわからないんですけど、10回くらい見ればなんか間違い探しみたいに、あ、こことここ違うんだなって分かってくるので、もう数をこなすしか僕はやってなかったですね。はい、自分の場合も数で覚えるというのは全くさす長谷川さんと一緒で、あるとすると、ブレイクスルーとか、佐々木先生のクラスだとノート、あとは模試のですね、回答とかにそういった問題って比較的図表がついていることが多かったので、分からないときはそういった図表を使って整理して覚えるというところは意識してやってました。はい。ではお二方とも特にもうその場で覚えるということよりはもう繰り返して慣らしていくというところを意識されたと思うんですが、基本的にはそれは過去問通じてというところになりますかね。で、過去問プラスアルファ、例えばそのチェックテストだったりとか生クラスの問題集だったりとかという感じですかね。はい。では講義ね、科目ごとに進んでいくんですが、終わった科目の取り組みだとかはどうされてましたか？終わった科目は講義、先生の講義がまだある期間、1月とかまではもう過去の終わった教科手をつける暇が全くなかったので、僕はほとんどアルバイトしながらもうほとんど専業に近い感じだったんですけど、それでも本当に不登校に入ったらもう民法をやる暇はなかったので、講義中はほとんど手をつけてなかったですね。今やってることをひたすらやってる、あとはもう直前期はもう逆にやる今やるものっていうのがないので、もうひたすら過去の何度も何度も復習して、もう戻るのは直前期だけみたいな形でしたね。はい。僕の場合はメイン科目をやってるときは復習は今の授業を進んでる範囲でしか復習はせず、あと過ぎ去ったものというとマイナー科目入ったときに佐々木先生の方から、そろそろやった方がいいよって言われて初めて昔の科目を復習するような形でやってました。じゃあ割と講義の中で今この時期をこれしましょうみたいなものをもうその淡々とこなしていった感じですかね。もう言われた通りしかやってないです、はい、ではそうですね、特に多めに問題解いたで、特に荻野さん、割と学習開始時期が早かったので、プラス実力要請だとかも取って問題演習を多めにされたと思うんですが、あれはどうでしたか？科目別にね、1月から2月3月って強制的に進んでいく感じなんですが、通常のクラスと合わせてやるのはかなり過酷でした。そうですね、きつそうでしたね。だったんですけども、やはりですね、1月ぐらいから実力要請っていうのはやるんですけども、ちょうどその頃からマイナーに入って復習するというのが始まりますので、教科書で復習して実力要請でちょっとアウトプットしていくような感じだったので、非常に自分にとってはやりやすかったです。はい。
ではちょっと本試験のことをちょっと伺っていきたいんですが、本試験は、公開模試の時ぐらいからね、まず最初から時間午後の部足りました？時間は意外と足りてましたね、うん、最初から。ただだんだん解き直しとか使える時間が増えてくるみたいな形で、はい、最初はもうきっかりに終わるくらいの感じでした。ではその特に午後の部の択一は全足検討してましたか？午後はもう時間なかったんで、全足は最初のマイナー科目とかはもう見てない。バシバシもう切って、バシバシも、うん、丸3くらいまで見て答え分かったらもうその時点で次行くみたいな、はい、スピード感大事にやってました、ね、はい。自分ももう分かった足は他の足は読まないという形でやっていたので、うん、比較的午後についても最初から時間が足りないってことはなかったです。じゃあもう最初から本当に時間きついんだっていう前提で解き始めて、でバシバシ切って、まあ多少時間余ったら後で見直すぐらいな、はい。記述に関してもじゃあ択一1時間と記述2時間ぐらいでいつもだいたいそんな感じで収まってました、はい。では特に記述ひどい点を取ったこと、まあ、あると思うんですが、まあ、誰もが通る道なのでね、そういった時ってどうしてました？僕直前期のファイナルで記述8点取ったことあるんで、うん、そういう時はもう落ち込むより先にもう先生に相談してましたねもういつも講義この教室でやってるんで、もう上の教室で模試受けてたんで、もうここの扉のところで先生出待ちしてやらかしましたみたいなどうしたらいいですかみたいに言って、でも言われたことを淡々とやるみたいな、もう模試が入ってくる時期だと落ち込んでる暇もないので、もうなんで悪い点になったのかどうしたらいいのかっていうのをもうひたすら前に進むだけみたいな、そんな感じでしたね、はい。僕も不登法で枠ずれで3点4点っていうのは結構取ったことがありまして、まあ、でも回答を見るとですね、やっぱり知ってる論点で見ればああそうかという形で、非常に分からないということは基本はなかったので、うん、まあ、これも今回気づかなかった自分が悪いんだぐらいに思ってですね、次回間違えないようにしようという形でやっていたので、あまり落ち込みもしなかったです。前向きですね、はいはい。ではじゃあ特に午後の部の解く順番なんですが、何か工夫したりはありますか？普通に択一から順番通り、はい、もうパラッと最初全部一通り眺めて、もういつも不等法小等法の順番でページ数通りに解いてた感じですね。自分も択一から基本的に解いて、その後に、記述を解くと。で、記述の方も、添付書面見て少ない方から解くという形でやっていたので、基本的にあまり悩んで、どうしようっていうのはなかったです。本試験の時も特にやり方を変えずという感じですかね？そうですね、少ない方から僕はやってました、はい。では特に皆さんね、初受験の方が気にされるのは登記法の伸びたんですが、特に不動産登記とかで、そのあたり、3月4月ぐらいに手応えってありましたか？そうですね、記述はやっぱ手応えありました、うん。直前期先生もずっと初学者は直前期急に伸びるって言ってて、うん、本当かなって思ってたんですけど直前本当2ヶ月でそこは一気にぐっと伸びたんで、特に記述はやっぱりミスがなくなりましたね。安定して25以上30以上は取れるようになってきたので、そこはやっぱり伸びました。それは相当問題をたくさん解いたからっていう感じですか、ね、そうですね、もう問題は直前期は本当にひたすら1日1冊くらい解いてたいやちょっと記述も含めてなんですが、どのぐらい解いたのか、どうやって解いたのかっていうところ、今日持ってきていただいてですね、まずこちら長谷川さんのこれ書式ベーシックだったりとか解いたものですね、それを丸バツつけてですね、記録に残して、くださってるんですが、結構最初から記述はよく解けてた感じですか？最初はそうですね、よくできたとこもあったり、うん、あとやっぱり長いところ、目的長いやつとかだと全然覚えられなくてみたいな、うん、ちょっと間違ったところをこうやって書いてみたりだとかっていうところですかね。やっぱりばらつきがあったんで、間違えたところはもうひたすら何回も完全に覚えるまでやり直してみたいな感じでやってました、うん。まあ、割と最初から丸がいっぱいついてる感じで、こういうのをいっぱい貯めてる感じですか？といったものとかを。あ、そうですね、後から見返すことってありました？後から見返しはしなかったですね、終わったのはもう終わったので、うん、ただ
間違えたところとかは見返してなんでここ間違えたんだろうなとか、はい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 、メモ入れたりとか、あ、そうですね、うん、で割とそうですね、あの記述、まあ、あのちょっとこちら荻野さんのブレイクスルーテキストなんですが、で結構その、まあ、見出しをつけられて、あのこの付箋だとかっていうのも、あのこれひな形を覚える、この緑の付箋はひな形を覚える、あの覚えるべきひな形にこう付箋をつけてという感じ で、 であのブレイクスルーテキストを中心にあのひな形とかも全部入れていった感じですかね。はい、でひな形は荻野さんも書いて覚えたタイプ。書いて覚えました。あのそうなんですね、ひな形ってあの眺めてるだけではいざって時にあの出てこないので、あの記述の対策としては割とひな形書いて覚える方は多いのかなと思います。ではですね、あの試験当日、まあ、あの公開模試の時ぐらいからですね、本試験近くなってくると焦ったりだとか、あの周りに緊張だとかって、本試験当日なんか緊張すると思うんですが、あのなんかあまり緊張しないふうにも見えますが、あのどうでした？あまり緊張はしなくて、試験当日ももう受かったなぐらいで試験は受けたんですけども意外と本試験苦労しまして、まあ、あのそうですね、あの公開模試の時一番本試験の点数が荻野さんいまいち、そうそう、本試験が一番悪かったです。もう直前期ね、絶好調だったのに、はい、絶好調でした、はいはい、であのじゃあ長谷川さんどうでした？緊張しました？模試は全然緊張しなくて、あのもうやったるぜみたいな、ちょっとやったるぜみたいな気分で言ってたんですけど本試験だけやっぱり人生一くらい緊張して、前日一睡もできなくて最悪、模試含めて最悪のコンディションで本番を挑みました、うん、あ、寝ずに行ったみたいな感じですか？寝ずに行きました。本当に一睡もできなかったですね、本試験の前は。何かその、まあ、なんだろう、離れ対策だとかっていうのは何かしたことあります？模試だとか。模試だけですね、うん、模試はそのレックの模試を全部スケジュール通りに受けてっていう感じですかね。はい、はい、ではあの合格後ちょっと伺っていこうかなと思うんですが、であの、まあ、本試験2人とも、ね、あの本試験後にあの、まあ、いけるんじゃないという点数を取られてですね、あのその後ですね、就職はすぐしようと思ってました？あ、そうですね、もともと受かったらもうすぐ就職したいなと思ってたので、うん、もう受かってすぐ就職活動を始めたみたいな感じです。どうです、就活状況って？秒で決まります。まあまあ、あの最近のね、司法書士業界ですね、あの割と合格者が本当に足りないという状況なので、あのこちらの方からどの事務所にしようかなと、行きたい道を選ぶことができる状態ではあると思うんですが、で希望通りの割とね、仕事もバリバリあの楽しんでされているようなんですが、ではあの同期の仲間だとかっていうのは、あの二方とも同期の仲間作りっていうのはどんな感じでしていくんでしょうか？そうですね、もうこっちもあの同期の仲間ってあの秒でできるんですけどあの本当に毎年合格者600人くらいしかいないんで、あっという間に本当にできるんですよ、ね、ただあの僕筆記の合格発表 の、 あの法務局の前の掲示板行ったんですけども、うん、そこで3人くらい LINE 交換するみたいな、そこは全然気にしなくて、もう流れに任せてればあっという間に友達できるので、作りに行かなくても自然とできちゃう感じですかね。行かなくてもできますね、もうなんか受かった時からも同士みたいな感じなので、うんうん、まあね、お互いね、きつい思いをして、はい、あの思いを乗り切ってきた人たちだっていう、お互いその友達になるハードルみたいのはすごく低いんで、はい、そこはもう気にしなくて大丈夫だと思います。荻野さんどうですか？自分の場合も特にあの友達作るような形でよろしくお願いしますっていう形は一切していなくて、研修だとブロック研修が今年はあの都道府県別の部屋になっていたので、比較的ですね、同じ出身地の方というと、まああの話もしやすいですし、話題も共通のものがありますので、まあそういったところで自然とまあ知り合いが増えていたっていうところになります。はい、今ね、新人研修一通りちょっと一段落ついた頃だと思うんですが、新人研修っていうのはどういったものがあるんでしょうか？そうですね、研修はもう本当にあの試験範囲のところから外のところまで、もう司法書士としてできる業務全部をもう一通りさらっと、本当に公検ですとか裁判とか、そういう司法書士はこういうのができるんですよっていうのを一通りやる感じで、すごい充実して学びの多い研修ですね。実際もう割と合格発表後に就職時期早かったですが、はい、新人研修と就職もね、あの事務所に入った時期がかぶってましたけれども、きつかったですか？ちょっときつ
いいかな。やっぱり働きながらだと若干あのスケジュール的にタイトなところはあるんですけど、うん、今の完全ウェブに研修もらってるので、そうですね、オンライン多いですね、うん、はい、そこはまああの講義と同じように受けれるのかなとは思います。はい、小皆さんどうでしょう。今まだあの、ね、ご自身の会社であの、ね、されてますけれども、お仕事との兼ね合いというのはどうですか。そうですね、やっぱり研修は予想したにもボリュームがかなりあったので、まあ、普通に働きながら受けるとなると時間見つけるのに苦労するのかなっていうぐらいのボリュームはあると思います。はい、はい、ではあのまあ、後輩のためにアドバイスをするのであれば、就職時期っていうのは一通り研修が終わった頃の方がいいのかなとか、いやでもなんとかなってやっていけるぞっていう、どちらですかね。そうですね、やっぱ研修しっかり受けたいなら研修終わった後がいいかなっていうのはあると思います。ただあの早く就職するメリットっていうのもやっぱりあるので、あの研修逆に研修前にちょっと実務やってた方が、研修中にあこれはこういうことだなみたいに自分の中でリンクできるっていうのが、やっぱり一長一短ではあるんですけど、やっぱり研修しっかり受けたいんだったらあの研修後でもいいかなとは思います。はい、どうですかそのあたり。自分は丸2年間勉強していたので、受かった後はちょっと遊ぼうと思ってますね。まあね、ご家族も相当ね、はい、お子さんもね、そうですね、怒られませんでした。怒られましたもうずっと ね、はい、土日もレック行って。そうですね、はい、はい、でも今思うとですね、早めに就職してもよかったなってちょっと後悔してるところも、はい、うん、あります。まあもう今行っても遅いので、まず配属研修受けて、そこでちょっと実務の経験をつけていきたいなと思ってるところです。はい、この司法書士の制度のいいところとして、配属研修というものがありまして、あの一般的なね、あの例えば実務をオンラインとかで教えてくれる研修に加えて、希望者には、実地ですね、事務所に入って、あのもう実務のお作法から教えていただくっていう配属研修というのがあります。でこれはエリアによっても違ってくるんですが、埼玉会だとあの事務所2カ所と伺ってます。事務所2カ所で、合計6週間、うん、6週間、実地で研修というところで、まあ、なのでですね、割とあの実務に即対応できるようなあのスキル、これを身につけていくことができるというところでもあります。でここはですね、あのもういきなりもう就職っていう形であの事務所に入った方にはもうね、配属研修というのは受けないですよね。なのであのそこはご自身の状況に応じて、あとは地域によってもそこは、ね、柔軟に対応できると思うので、あの合格後に関しては、実務を学ぶ場がないということは基本ないのかなとは思います。やっぱり試験と実務ってちょっと違いますよね。そうですね、はい、違うらしいです。ではあのそうですね、具体的にもじゃあね、実際事務所に入ってあの仕事されている長谷川さん、今商業メインの事務所と伺いましたが、あのどんなお仕事をされてますか。今まだ入社して半年も経たないんですけども、やってるのはもうほとんど9割商業登記がメインになりますね。あのやっぱり役員の住人の登記ですとか、あとはあの大きいのだと設立、会社設立とか、あとはあの合併とか分割とか、そういう組織再編系、あとはあのそういう登記にかかわらずちょっとアドバイスしたりとか、あとはそういうあの議事録のレビューとか、そういうこともやってま、ね、まあ、チェックみたいなところ、はい、そうですね、うん、チェック業務とかも結構やってます、はい。まあね、受験中から商業登記楽しいって言ってて、あの受験中から商業やりたいっておっしゃってたので、はい、あのそれをねすぐ叶えて素晴らしいなと思うんですが、で商業めっちゃ楽しいんで、はい、あのあんま人気ないんですけど、おすすめなんで、あの会社を頑張ってください、はい、ではあのそうですね、長谷川さんはこのあと早くの開業を考えてらっしゃる、であの荻野さんもそんな感じですかね。あのできればその、ね、あの配属研修のあと、そこで実地を学んだりとか、 できれば開業、お二方とも開業希望というか、同期の皆さんもそんな感じですか。もう本当に人による、人によりますね、うん、やっぱりあの早くに開業したい、もう開業してる20代の同期とかもいますし、逆にあのしばらく勤務でって特に目標ないっていう方もいますし、その中でスキルアップしていくと。そうですね、うん、はい、はい、でこの間瀬川さん登録されましたけれども、登録の例えばその登録面接だとかっていうのはあのどんな感じですか。登録面接はあの口述試験よりちょっと優しくらいの、うん、あのその司法書士として当たり前のことを当たり前に聞かれて、あの答えられれば大丈夫みたいな感じなんです、うん、登録でそんな弾かれたりとか多分大丈夫なので、はい、ではあの
そうですね、これから、まあね、今日いらしていただいている方はこれから勉強しようかな、もしくは勉強中の方がほとんどだと思うんですが、ぜひですね、後輩のためにご自身の経験も踏まえてアドバイスをお願いします。そうですね、今日ここで喋って僕と荻野さんも全然違うタイプ、勉強スタイルとかも全然違うっていうのは分かっていただけたと思うんですけど、この試験のいいところは本当にとにかく時間と努力さえかければ合格できるっていうところで、その勉強始める前はやっぱり頭のいい人とかこういうのすぐ受かる人はなんかとびっきりの勉強法みたいのがあるんだろうなって勝手に思ってたんですけど、1年勉強してみて全くなくて、結局そのなんか冴えた何々メソッドとか、そのなんか必勝法みたいのって結局全く見つけられなくて、逆に言えばそのひたすら地道に努力を重ねればその分絶対結果は出てくるんで、そこはすごい平等な試験だと思うんで、なんか天部の才とか別にいらない試験なんで、勉強さえ努力時間、本当時間ですね、どれだけ、僕と荻野さんも全然今聞いてて勉強の仕方違うなと思ったんですけど、唯一時間かけた時間が多いっていうのは本当共通項だと思うんで、そこですね、本当にそこはフェアな試験だと思うんで、こんなこっちから言える言葉じゃないですけど頑張ってほしいです、ね、あと、受かった後本当にめっちゃ楽しいんで受かった後すごい世界が待ってるんで頑張ってくださいよ。長谷川さんが言った通りですね、僕は基本的に頭良くないんです。今までも勉強したことが一切なくてですね、司法書士やると言った時にですね、自分の親にお前無理だと即答されたぐらいでして、基本勉強してこなかったです。なんですけども、やはり勉強した時間というのはやはり自分の中に蓄積していきますので、やったらやった分だけ、まあ、成績伸びるというのは非常に司法書士の試験としては結果が見えるので、僕は非常に良かった、楽しかったです。やっぱり長い期間勉強するとですね、中折れというかちょっとうーという時もあると思うんですけども、そういった時は佐々木先生のですねカウンセリングとかを受けて、まあリフレッシュできる場もありますので、まあそういうところはですね、佐々木先生なり、まあ家族なり周りの人に頼ってですね、乗り越えて最後まで諦めなければ、まあ必ず受かるのかなと思いますので、皆さん頑張ってください。はい、本日は貴重なお話をありがとうございました。で、これから、ね、立派な司法書士として羽ばたいてくださいね。はい、ありがとうございました。